海上自衛隊の最新型哨戒ヘリ SH-60 リッターが初公開したとの情報をキャッチしました。今回は、見た目は、同じ中身は、別物の哨戒ヘリ SH-60 リッターを詳しく見ていきますね。操作性とネットワーク能力を強化した新型ヘリに、一蓋式魚雷の運用能力も付与され、2024年度分で、6機を665億円の調達予算が計上。もはや、プレステから、いきなりプレステ5にマジヤバい。海上自衛隊では、去る2024年3月末にマスメディアに向けて、新型の哨戒ヘリコプターである SH-60 リッターの公開を実施、今後の同隊内での主に対潜哨戒任務を担うであろう機体を、広く、一般の国民に対して知らせる対応を行った。SH-60 リッターは、三菱重工業社と防衛省の協業によって開発された回転翼機であり、現在の海上自衛隊が保有、運用を行っている主力哨戒ヘリコプターの SH-60kg の発展、改良版として、昨年2023年12月に完成を終えた機体である。この SH-60 リッターは、2021年9月の時点で、試作の機体2機が防衛装備庁に引き渡され、以後、各種の性能テスト等を経て前述したおよそ1年3ヶ月後の2023年12月に開発が完了。そこから量産化が進められるフェーズへと移行している。ただし、新型の哨戒ヘリコプターとはいえ、この最新型の SH-60 リッターは、全モデルである SH-60kg と見た目の相違点はほぼ見当たらず、素人目には、コララ両機を外から見比べても、どちらが最新型なのかを言い当てることは難しいだろうと思われる。そのため、全モデルの SH-60kg から、最新型である、SH-60 リッターの変更点はといえば、それは、機体内部の操作系統の設備が大きく近代化されたものということができ、かつ、友軍との通信能力や情報のネットワーク能力等が著しく強化されていると言える。こうした点に加えて、全モデルの SH-60kg は、海外派遣、ソマリアの沖合での対海賊対策任務への従事を通して明らかとなった。中東地域などの気温の高い環境下で、機関部の出力が不足するという、事態にも対策が施された形となっている。具体的には、全モデルの SH-60kg と最新型である SH-60 リッターは、同様の機関部を搭載はしているが、機関部そのものではなく、そこで発生させる力を回転翼に伝えるための駆動系の改善によって、出力の強化を図ったと説明されている。これは、気温の高い環境下では、機関部に吸入する空気が、どうしても密度的に低下しているため、従来想定されていた日本の周辺のような、比較的に低い気温下での運用時と同様な運動性能を発揮できないという点から改善されたものである。こうした地道な動力性能の改善にプラスして、全モデルの SH-60kg から、最新型の SH-60 リッターでは、機体内部の操作系統が大きく近代化され、前者では操縦席に 6K のディスプレイ、副操縦席では別の操作機器が配置されていた。この作りが最新型の SH-60 リッターでは大きく刷新され、操縦席、副操縦席とも共通の4つで大型化されたディスプレイが採用され、画面自体もフルカラーで、かつダイレクトにアクセスするタッチパネル方式に変更されている。これによって、操縦席、副操縦席とも、同様の内容を、確認、操作可能な形式となり、大幅に、操作性の向上が実現されており、いわばスマートフォンやパブレットのようなたやすさで、各種の操作が行える形へと進化している。こうしたディスプレイの進化と並行して、前述したように、友軍の他の装備との通信能力や、情報のネットワーク能力等が、著しく強化されているため、機体単機ではなく、システムとしての総合力で、哨戒能力を高めていると説明されている。また、こうした追戦哨戒を主任務とする回転翼機では、従来までは、磁気が海面へと下ろす、吊るし下げ方式のソーナーを使用し、
海中に潜む敵潜水艦を探索、探知し、その監視の特定を行う行動が一連の工程とされてきた。しかし、最新型の SH-60 リッターでは、友軍の領域である他の機体が、それぞれの吊るし下げ方式のソーナーで収集した海中の音波情報を集約して共有することが可能な、マルチスタティックを行えるように進化している。これによって、敵の潜水艦を探索、探知士監視の特定を行う能力が大幅に向上したとされ、かつ、複数の機体で、この行動を行うことによってより広範な範囲をカバーすることが可能となり、その点からも高い効果が見込まれている。最新型の SH-60 リッターでは、こうした主任務である対潜哨戒時に使用する、磁気が海面へと下ろす吊るし下げ方式のソーナーに関しても、従来までと比較して、状況に応じて容易に脱着が可能な仕様となっており、運用の幅も増加しているとされる。こうした細かな点の改良に加えて、SH-60 リッターでは、さらに、搭乗者の負担を大幅に削減する、オートパイロット機能が実装されており、これにより、搭乗者の技量に左右されがちであった飛行時の機体の制御も、安全に高いレベルで担保されると期待されている。これまで見てきたように、全モデルの SH-60 キロと外観上の変更は、ほとんどないと言える最新型の SH-60 リッターだけに、その仕様の全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、ローター展開時、全高 5.4 メートルというサイズにも、両者に変更はない。機関部も前述した通り、同様の T700IHI401C2O に機搭載している点も同様であり、そうした意味からは、我々の一般の生活の中で例えるならば、外観は、同様の自動車が、計器類や電子機器を刷新し、アップデートしたような形かもしれない。外観上にほとんど変更が加えられていないという点は、全モデルの SH-60 キロと最新型の SH-60 リッターでは、およそ6割から7割もの部品の共通性を持つとされていることにも寄与しており、製造設備やメンテナンスコストの上からも有益であろう。したがって、全モデルの SH-60 キロと最新型の SH-60 リッターでは、運用可能な兵装も引き継がれており、アメリカ製のマーク46や国産の旧な名式といった対戦魚雷、アメリカ製の空対艦ミサイルの AGM-114 ヘルファイア等を運用可能となっている。これらに加えて、SH-60 リッターでは2012年に正式採用された国産の1-2式魚雷の運用能力も付与されており、対戦哨戒用のヘリコプターとして、敵潜水艦の探知、発見後の排除についても、十分な攻撃能力を有していると言えるだろう。SH-60 リッターの海上自衛隊における保有機数は、2023年度末で、2021年9月に納入された試作機2機ではあるが、2023年度防衛予算で6機を603億円、同2024年度分で、6機を665億円の調達予算が計上されており、今後も順次追加が想定される。しかし、海上自衛隊の艦艇の中で、対潜哨戒用のヘリコプター搭載護衛艦として、最大14機の収容能力を誇る出雲型2隻には、固定翼の短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修が進められていることもあり、当初の想定よりも、取得数の削減が行われている。現在の主力哨戒ヘリコプターである、全モデルの SH-60 キロは、海上自衛隊においては、023年度末で、総数73機が保有、運用されているが、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の件もあり、最新型の SH-60 リッターの最終的な調達数は未定でもある。一応、2年ほど前の2022年の時点では、SH-60 リッターを80機調達した場合のコストの試算は、1機あたりがおよそ81億円とされていたが、2023年度予算6機603億円は、同およそ1機100億円、同2024年度分6機665億円は、1機あたり、同およそ110億円に相当する。今後の量産化で、こうした1機あたりの製造コストは、多少は低下する可能性もあろうが、円高や世界的な資材コスト、物流コストの高騰を鑑みれば、
正直1機あたりおよそ81億円というコストの実現は困難ではないだろうか。また、今後においては、今のロシア・ウクライナ戦争でも顕著なように、有人機と単純比較すれば、はるかに安価な無人航空機の開発が加速しており、こうした追戦哨戒用途の分野でも、その傾向は、強まりこそすれ弱まることは考えにくいと思われる。それにしても、SH-60 リッターの大元である、アメリカは、シコルスキーエアクラフト社の SH-60 シーホークは、1979年に運用が開始された機体であり、対照戦を行わないこうした機体は、軽く、半世紀以上も生産が続く、息の長い装備となりそうだ。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で、山口県の岩国基地を駐基地としている F-35 ライトニング 2B 型の2機が、宮崎県の固有郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐために、アメリカ軍に12億円以上の費用が、技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、実機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、前述の宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に、同機の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型の同 A 型を、105機の総合計で、147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに、友好国が物理的に入手可能な、いわゆる第5世代戦闘機は、これら、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は、増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、2020年度分から計上が行われており、すでに、今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を510億円、1機平均約127億円となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで、最大の8機を、
1435億円、1期約180億円。そして今年度の2024年度分が、7期で、1256億円、1期平均約180億円となっており、この5年分の累計で、27期が、4253億円、1期平均157億円で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同期のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても、2割以上は高価だと感じられる。そうした得意な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は、本国のアメリカと日本以外には、現時点では、イギリス、イタリア、シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング 2B 型は、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば海軍が保有する強襲揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、ワスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機 AV-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、海軍の所属で運用されており、今後は、2024年に、就役の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在といえるのがシンガポールであり、もともとは、現行の F-16C-D を代替する目的で、2019年に A 型の調達が計画されていたが、翌2020年には、これを B 型に変更することとなった。シンガポールは、航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、狭小な国土ゆえに短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあると見されている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が狭小であり、さらに、周囲を敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは、今回の事態に遭遇し、A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦加賀の母港である広島のクレーのアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも、四国の間にあるといえ、
南西諸島方面の防衛の強化に向けては、非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは、今後、航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が、今年2024年度から開始されるにあたって、いずれは、航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかし、これまでにも紹介してきたように、イタリアの例を除けば、本国のアメリカ、イギリスともに、艦艇と航空機は、運内部の別組織の所属で実施されており、日本も、同様の手法を取ることに、大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。